マリアマゴンザレスの社会ジャーニーです、本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日もこちら福岡に来ておりまして、まあ今までね、ダイさんにいろいろ聞いてきたんですが、まあダイさん今下切りナインのメンバーということで、下切りナイン伝説いろいろありますよということなので、ちょっと聞いてみたいんですよ。このメンバーの中になんかとんでもない方がいらっしゃるということなんですけど、どんな感じの方がいらっしゃる？味方だったら凄まじく頼りになって、敵だったらもうゾッとする兄貴ですかね。ちなみにどんなという方なんでしょうか？ DC って言うんですけど、その DC さん、どんな伝説が？まあもともとDC とは地元も一緒で、同じ暴走族の先輩で、僕も14歳からその DC の肩もみ舞台からもう始めて、もうずっとそこから今も一緒に活動してるんですけど、喧嘩大好きですね。どんな喧嘩するんですか？まあ、とりあえず屈強な黒人でも、まあ強そうな白人でも関係なしに、まあもうやっつけちゃうっていう。実際強いですか？半端じゃないですね。なんでそんな強いんですか？いや、天然素材なんですかね。もう半端じゃない、もう花山香るみたいな人ですね。会社所属の方とも揉めたりするんですか？会社所属の人とかともやっぱ喧嘩したりもあるでしょうし、まあ絶対引かないです。そんな人だからこそ、ちょっと警察もなかなかこうちょっと特殊な扱いをされるということなんですけど、この間一緒にいてクラブの下で話してたら、もういきなりパトカーが両サイドから2台来て、なんだなんだと思ったら、ただの職質に、え、2台で来んのみたいな職務質問されるとか、はい、名前聞かれるわけですよ。したらもうその DC が、俺の名前分かっとろみたいな、分かるよねみたいな。そう、警察が、何々さんです、分かっております、敬礼しらしてもうバキやんみたいな完全花山香るですね、うん、漫画じゃんみたいな。はあ、ラッパーを占めてたって本当なんですか？まあ、兄貴たちからしたらこっちがホームだから、うん、調子に乗ってる振る舞いとか目に余る部分があった人とかに、おいたが過ぎるぞと雷落とした感じじゃないですか。そんな優しく言ってないですよね見た現場、見てない現場とかあるんで、激しく言っちゃうとですね怒られちゃうんでちなみに下切りナインっていうのは武闘派じゃないと入れないですか？いやそんなことないですよ。みんな真面目に音楽やってるグループなんで、はい、たまたま喧嘩が強い兄貴たちが多い。多いって、はい、たまたまなのかな僕は全然喧嘩嫌いですし、はい、喧嘩とかやんないんで。僕はご自身の伝説もうせっかくなんでお聞きしたいんですけれども、親父のバッジを使ったっていう伝説を聞いたんですけど、どんな話なんでしょうか？当時暴走族引退して、まあ、大人になりきれない19、20歳ぐらいの時に、まあ、後輩がその詐欺にあって400万ぐらい騙し取られたと。でもなんとか助けてくれと言ってきたんで、まあじゃあ話してみるよって、あの手この手で大元の犯人を引きずり出してファミレスに呼び出して話し合いに行ったんですけど、まあ、向こうが本も、まあ、会社に所属してるガチのヤクザで、そしたらもう僕話になんないじゃないですか、はい、お前じゃ話にならんぞこらって水パンかけられて、調子に乗るなと。やっぱ悔しいじゃないですか、やられっぱなしで、やられっぱなしで悔しいなと思って、うん、なんとかならないかなと思って、あ、これだと思って家に帰って、親父の宝石箱からバッジをちょっと拝借して、スーツに着替えてバッジをつけて、あれですね、お父さんの社員証ですね、お父さんの会社の社員証をつけてですね、はい、でセルシオ乗ってる友達に迎え来てもらって、そこ形から入ろうと思って、うん、でまあ行ったんですけど、飛び上がるわけです相手は、うん、もうバッジ見て、うん、お前は何者なんだぐらいの勢いで、でもうわめき出して、もう全部詰めるから許してくれみたいな、もう話にならないとお金を返せと、はい、こっちとしては金返ってくればいいわけですからね。でも僕は所詮なりすましてるから、はい、結局詰め方とかも分かんないし、はい、お金の取り方が分かんないです、うん、結局どうしていいか分かんないんで、うん、死んだ兄貴の会社の、まあ、
兄貴から言ったおじきにあたる人に電話して来てもらって、うん、すいませんもう助けてくださいと、こういう事情でこうなってこんなこともやっちゃいましたと、もうすごい怒られて、そのおじきから、おじきからもうそれは怒るでしょうね、半端じゃなく怒られて、この話が終わる前に俺が終わっちゃうんじゃないかっていうぐらい怒られて、はい、兄貴とか親父のおかげで、まあ、許してもらえたわけなんですけど、はい、まあ、結局おじきが全部お金取ってくれて、まあ、事なきは得たんですけど、もう二度とそういうことするなと。しないでしょ、はい、お父さん怒んなかったですか。いや、そう親父にバレたんですよ、その後、はい、帰ったら、はい、帰ったらもう日本刀持って、あの家の外にあるあの木の電柱みたいな田舎にある、はい、で、あのこんなライトじゃないですか、はい、田舎で豆球のそこの照らされて、もう日本刀持ってるんですよ。いや、もうこれやばいなと思って、でもなんか、おお帰ってきたかも、遅いけん心配したぞみたいな、あ、でもなんで日本刀持ってんだろうと思いながら、まあ、家入って、僕結構裸族なんで裸になるんですよね、家帰ると。で親父も裸なんで、もう、まあ、パンツ履いてますけど、飯食えって言われて、で飯食おうかなって時にも用意されてて、なんかすごい殺気を感じたんですよ、後ろから、うん、パッて見たら構えてたんですよ、もう日本刀持って、はい、あっと思って、やばいと思って、もう僕四つん這いで走り出して、はい、親父が軽く振り抜いたんですよ、はい、貴様みたいな、でそれ避けたつもりがもうこの傷なんですけど、おお、ガッツリ入ってる、殺す気ですよね、殺す場所、ここは殺す場所でしょ、もう動脈を完全に狙って完全に狙って、はい、まあ、僕は悪いんですけど、はい、でも僕パンツ一丁で駆け抜けましたね、もう血流しながら後ろも振り向かず、いや、まあお父さんからしたら、まあ、変な話殺すには十分な理由ですわね。そうですね、はい、お父さんがやっぱ血と汗と涙で築き上げてきた証じゃないですか、はい、それをやっぱ軽々しく僕なんぞが使ってやっぱ痺れましたね。いや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 、痺れたっていうか、そうなんですけど、ちなみにですけど、本当の本当にこれことが公になったら指10本飛ぶのは土井さんの方ですよね。そうですね、多分ね、指どころ首飛びそうになってますからね、はあ、そもそもお兄さんのの方もその場でちゃんと矛を収めてくれてたんですか。ちゃんと手伝ってくれたってことは。そうですね、その場でもめっちゃ怒って、もうすごい剣幕で3回ぐらい殺すぞって言われたんですけど、まあ、許してくれました。お父さんはその切りつけただけで許してくれたんですか。いや、そっから1年ぐらい家に帰らなかったですね。帰れないですよね。帰れないです。一回洋服取りに帰ったんですけど、はい、電化製品とか僕の持ち物すべて灯油かけて火つけてて、庭で火花がパパンパンとか鳴ってるんですよ。マジで俺を殺そうと思ってるみたいな思って、そこから1年ほとぼりが冷めるまでかわし続けました。どう考えても大さん悪いですよね。そうなんです。でも詐欺で騙された後輩の金だから多分それで済んだんですよね。そう自分で何かしてたら、まあ1年じゃ済まなかったですね。追いかけてくると思います。あ、でも親父は多分もう未だに僕が使った理由なんてもう聞いてこなかったし、その後も理由は関係ないんだ。関係ないですよ。誰かのためにやったとかじゃ、そういうことじゃなく、そういうのどうでもいいタイプなんで。後輩お金戻ったんですよね。戻りました。あの、ありがとうございましたぐらいだったんですか。いやいや、めっちゃお礼してくれました。あ、でも、こう、切りつけられたんですね。痛かったです。今さっきの話だと軽く切られたようになってますけど、がっつり切られてますよね。やっぱ親父、本当に戦闘員なんで、はい、元白離れしてるんで、やっぱもう簡単に分かるんでしょうね。そもそもですよ、街灯の下で日本刀を持って立ってる時点で帰らないですよ。結構そういうのしょっちゅうあったんで。いや、はい、なんか友達が車で迎え来たら、はい、友達の叫び声が聞こえて、はい、外に出てったら友達包丁突きつけられてたりとか、はい、僕そういうのがしょっちゅうあったんで、まあ、いつもの錯乱かみたいな感覚にはなってましたね。いや、焼き鳥屋爆発したって本当ですか。そうですね、芸術は爆発ですね。あの、
ダイさんの話の中で爆発多くないですか？どういうことですか？焼き鳥屋やってたんですよ、雇われで、はい、まあ店長やってたんですけど、まあ、自分の店みたいなもんじゃないですか。でもあの僕常々あのほこりかぶってたり油がついてるような汚い店がうまいっていう錯覚を起こしてたんですよ、うん、っていう感じで掃除も全くしなかったんで、やっぱ油が換気扇とかにベトベトついてるんですよね、うん、である日僕休みで弟子がその日店番だったんですけど、弟子が炭に火をつけて起こしてる時にこのガス台があってバット置いて炭を置いて火つけるんですけど、でこう燃え上がって燃え上がってこう火が上がって引火したんですよ、換気扇に、はい、換気扇がもう火の車本当のブオーってなって、でさらに油ついてるところにどんどん引火していって、で弟子から電話あって店が燃えてますみたいな、僕冗談と思って切ったんですよ一回、またまたと思って、本当っぽくて何回も買ってきて、で見に行ったら燃えて裏にガスとか置いてた、バーンなってなくなりましたね大丈夫だったんですか、その被害的には。もうそのプレハブ小屋がなくなっただけです、ね、まあ、それで済んでよかったですね。まあまあまあそうなんですけど、行って爆発してその後はどう処理したんですか。一応僕は社長が全部話して警察とか消防署と、うん、でまあ話終わって明日からどうしようって感じになってたんですけど、うん、その日ライブだったんで、ライブはサボっちゃダメだなと思って、掃除はサボったけど、はい、ライブはサボらず、はい、ライブできたんですか。普通にライブで言いましたね、店がなくなりましたっつって。どんな反応になるんですか。もうみんなも困ってますよね多分。そうですよねもう焼き鳥屋燃えました、はい、ライブしました、はい、翌日からどうしてたんですか。何日か多分ぼーっとしましたねどうなっちゃったんですか。だってその後復活はさせられて、復活はできなかったんですけど、その時にさっき話してた DC が、はい、ラップしかないやろって、うん、ラップ真面目に持ってやろうぜみたいな言ってくれたのがやっぱ救いでしたね。そこからはラップちゃんともっと頑張ろうと思って、はい、今に至る感じなんですか。はい、そんなあの今活動されている下切りナインといえば親不孝通りをベースにされているということなんですけど、その当時昔の雰囲気とかは今よりもやっぱりこう結構怖かったりしたんですか。人もすごいし、はい、車も多いし、いつどこで何が起こってもおかしくない街でしたね。親不孝通りを下切りの内のメンバーが歩くとやっぱこう結構わーっと道開いたりするんですか。ざわついてましたね、うわーみたいな。僕はその時はまだ全然下切りナインのただのヘッズだったんで、うわーみたいな、うわビッグアイズマフィアオリアンみたいな、 DC ローシーやばーみたいな。そんなところに なんでこう入れたんですか。そうすごい好きで、もう追っかけが行き過ぎて下切りナインのタオル持って最初ステージ上がってこいよとか言われたり兄貴たちが言ってくれたり、そういうのが嬉しくて、うん、その嬉しさのハードルがこうどん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 で、気がついたらすごいもうあの一緒のイベントで歌わせてもらえるようになったりとか、うん、前座させてもらえるようになったりとかして、兄貴たちが受け入れてくれてその下切りナインに入ることができて、なんかそれがでも一番のなんかいい伝説ですよね、はあ、そういうところからヘッツからちゃんと上がっていってっていう。もう下切りナインいろいろ最初の今回の最初の方でもちょっとこれこわもてな伝説聞きましたけど、中でもうファミリーというかメンバーとして見たらやっぱりその頼りがいのある人たちなんですかね。やっぱ頼りがいあるし、僕もさっき語った通りその壮絶な生い立ちで、うん、その家族も誰もいない状況だったけど、うん、そんな孤独と思わせてくれない仲間たち、やっぱ見た目はみんな怖いって言う人もいるけど全然そんなことなくて、みんな一人一人優しいし、間違ったことでその暴れたりとか喧嘩したりとか絶対しないし、それぞれ芯を持った一人一人の集合体がやっぱ下切りないと思います ね, ね
自分の職場がね燃えた後も音楽やろうぜってちゃんと言ってくれるっていう、そうですね、うん、そういう本当に困った時にね手を差し伸べてくれる兄貴たちがいるってことですもんね。いやなんかねはちゃめちゃな話をねなんとかいい話で着地できたかなと思っておりますただやっぱりですね掃除は大事ですよ。はい、きちんと掃除はねしていきましょうということで、今回は下切りナイン伝説でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。 DC と僕と下切りナインのボスのビッグアイズマフィア3人でやってる曲ラブダオナイン2という曲を YouTube で公開してるんで、よかったら皆さんチェックしてください。イエイ、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。